し行くぜ。はい、リエス。編集するナギさんの身になったらもうね、かわいそうでしょうがないで。開幕クラウンの様式日。様式日。なに？あ、やめてか。なんか来てたのか。ぽいね。なんか一色つかんだけどな。あの、大槌と大野が一人ずつだから、凄まじい距離引く。ダメージ半端ねえわ。なんで俺こんなヘイト値高いの？正面にいるからだよ。モンスターに嫌いだったんじゃない？あ、エストエスト。エスト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 。首。もう一丁首。さあ、もしますね。何事もなく終わった。マジかこのゲーム。本気か。マジか。そっか。つない気持ちでいっぱいになったな。HP とか見てなかったもんな俺ら。ちょっと忘れ物したから帰るわ。闇の応援道ね。世界チャンプ縛りやる。それいいね。セッサス？セッサス。でやべえ、このヘビやべえわ。我が王よって。世界、セッサスじゃなくてもいいか。でもセッサスの方がいい。拳武器縛り。鍵詰め安定になるやろそれ。やべえな、相撲の乳首、菊の門みたいになってたよ。うん、完璧にもう、ねえ。あ、両手ね。寒い日の乳首になったね。ひどいわ。こんなエンディングありかよ。じゃあ、ちょっとエンディングっぽいこと喋ろうや。おう。エンディングっぽいことね。ね。なんか、積みそうになった時ってあったっけ？積みそうになった時？一番苦労したのマッチングだもん。ああ、そうだね。マッチングが一番積みそうやったね。うん。ぶっちゃけね。ぶっちゃけありえないやと思う、ね。あとは俺の下手くそすぎたところがね、いろいろあって。いやいや、まあ、どうすんやけんな。いやけど、なぎさんもさ、もっと対人中になろう。対人やろう？楽しいよ。対人ほとんどやってないもんな。デモンズほどやってないやろ。言うほど。デモンズもそこまで対人どっぷりって感じでもなかったもんね。やろうぜ、なぎさん。対人どうしよう。対人楽しいけどね、こう別に。どんな形の対人でもいいからさ。こうやって侵入して殺される役でもいいし。なるほど。出待ちして殺す役でもいいし。まあそれなりに楽しみ方が全部あるんじゃないかなと思いますよ。なるほど。何らかのロールがあればそこで楽しめるとは思うけどね。そうね、じゃあやっぱロール世界チャンプ。どうぞ。世界チャンプ。ロール世界チャンプでこのまま行くっていうのはどうでしょう。なるほど。なるほど。ちょっとさ、身内でさ、クロサインでさ、道場やんね。ああ、いいんじゃない？それもまあ。楽しいよ、絶対。俺、ベルさんに勝てるビジョンが思い浮かばないけど。いや、まあ、いけるでしょう。あの、キアランなら勝てると思うけど。その、あいつはワンチャンキャラだから。いや、正直ね、黄金ブンブンも俺、狩り全然見つるけん。ボシュって言いながら死んじゃうよ。まあ、あれは絶対に 100% 抜けられるっていうのはあんまりないでしょ。抜けられるときは抜けられるけどさ。俺ね、ドスロリで対人したいんですよ、実は。ああ、やってたじゃん。両手ハベル。ああ、やったけどさ、あれね、なんかね、結局は相手が半笑いしながらナメプで、こう、ケツ掘ってやろうってすってきたのを、
瞬間的に右手を竜王に切り替えてから、ケツ掘って勝つっていうスタイルやけん。いや、確かに車輪骸骨もやったけどさ、うん、あれ、硬すぎるんだわ。確かに。でもじゃあ、車輪縛り、ストーリークリアみたいな、一周やるっていうのはどう？次の。なるほど。車輪縛りか。うん、俺、正直200キャラ以外で、車輪縛りはやりたくない。ああ、確かにな。ね、次の企画考えようか。そうだね。うん、うん。できればね、俺デモンズよりダクソがいいんだわ。デモンズはそのね、なんかスパイクシールド縛りもありないやろうけどさ、ちょっと俺的にゲーム性が辛い。あっちのゲームは俺怪人で全く勝てない。俺はね、デモンズはそもそもクリアしてないからね、参加できないっていうのがあって、ね、ダクソならいつでもこう飛び入りで参加できるのが楽でいいな。そこまだデモンズクリアしてないのか。うん、してないよ。ぜひね、ボンバーマン動画を見ていただきたいな。ね、クリアしてから楽しんでいってねっていう。つべでしょ。今どこまでクリアしました？ね、ラトリアに、うん。行動に、嵐に、腐れ谷に1、はい、で、城1かな。ほうほうほう。なるほど。王道3がもう行ってもいいんじゃなかろうか。城2も行けるよ。うん。城2も行けるね。行けるんだけど、なんだっけ、オストラバ、うん、が死ぬのが嫌なんで。あ、そうそうそう、もうちょいそのスピーディーにクリアできるようになってから行きたいなという感じなんですよね。なるほど、なるほど。まあもうバグ使ってアイテムそのもの、レベルはいつでも上げられるから、うん、ね、あれ北の不審また戻ってきてしまったようだ。あ、また長期休暇か。もう一回もらえるか。あ、これかな、ボンバーマン動画。そう、ボンバーマン動画。逆にとことん縛るか。逆に SL50 縛りで7周目。そういう系いっちゃう。やっちゃう系。よし、いいぜ。いいのかい。いいぜ。後悔しないと誓えるか。俺はね、なんせ俺たちボンバーマンを戦い抜いた仲だぞ。そうやな、ほぼサイクロ状態でいろいろクリアしたもんな。楽しかったな、あれは。もう二度としたくねえけど。